どうも、こんにちは。新地登山部です。はい、ということで、今日ね、三重県から九州に向けて、今から運転していきたいと思います。大体ね、走行距離としては1000キロぐらいあるんですけど、1000キロをね、まあ一人で運転していくんで、疲れたら休み、疲れたら休みといった感じで、まあ適度にね、休憩を取りながら、時間としては14時間ぐらいかな。はい、を目処に帰っていきたいなと思います。今ね、時間の方がね、10時30分なんで、到着時刻としては、まあ夜中の0時ぐらいになるんかな。まああくまでもね、予定なんで、これが遅くなったり早くなったりっていうのはあるかと思いますけど、まあこれぐらいのペースを目処に、はい、やって、運転していきたいなと思います。一応、Google さんで、マップの方、予定の方出してるんですけど、11時間。はい、となってます。まあ大体ね、Google さんの時間ってね、ちょっと短いっていうか、早めに出るようになってるんで、うん、これよかね、伸びるのが普通かなと、僕的には思ってるんですけど、はい。一応ね、14時間ぐらい。こっちに来る時もね、14時間ぐらいかかったんで、まあ帰りもそんくらいかかるんかなというふうに思ってます。ガソリンもね、さっき満タンにしてきたんで、これから、はい。まあ、天気もいいですし、はい。青空の中、ドライブをね、長距離ドライブになりますけど、ドライブを楽しみながら帰りたいと思います。はい。それでは、行ってきます。ご安全に、行きましょう。はい、ということで、三重県の登山活動、登山山遊びですね、もう、終わりました。今、こうやってね、高速道路をひた走っているところですけど、まあね、今回の山遊びを振り返ってみましょうか。いきなりのね、録画開始なんで、何にも考えてないですけど、その辺りを思い出しながらお話できたらなと思ってます。はい、今回三重県にね遊びに来るっていうまあことになったところも含めてかもしれないですけど、今のところまだねお仕事をしていない私はい、まあ仕事を辞めてから結構半年以上なるんですけど、なかなかね、次のお仕事が見つかっておりません。まあ、その間に自分ができることっていうことはやっているんですけど、で、この後なんですが、ちょっとね、予定が入ってるんで、まあ、せっかく今、自由な時間も取れてますし、この後の予定がちょっとね、決まっちゃってるっていうところもあるんで、その次の予定が入る前に動けるんだから行っちゃえと、はい、いうことで今回ね1週間予定取って三重県にやってきました。これから先ね本当にいろいろ動き出すと時間ってねなかなか作りにくくなると思うんで、せっかくのチャンスこれを逃したらなかなか難しいかなと、今後三重県に来るっていうかこういうロングでのね活動が難しくなるかなっていうのもあって、まずは三重県に、はい、もう思い出の地ここ三重県の山に遊びに行きましたっていうのがまず第一個かな。せっかく三重県に来るんだからっていうことで、まあ、ホームはもちろんのことね、多度山登って、まあ、いろんな人と懐かしい出会いもありましたし、はい、多度山のやっぱね僕が思う多度山、多度山に対する僕の気持ちとかかな、そういうところが登っててなんか蘇ってきたとか考えさせられたっていう部分はもちろんありましたね。やっぱり多度山だという部分がありました。多度山楽しかったです。で、次に行った御在所だけですね、もう鈴鹿山脈ももうほんとね何回登ったかわからない、あっちこっちの登山口からねいろんなルートね歩いて登ってますけど、まあ
の山と言ったら、まあ、鈴鹿セブンマウンテンでしょう、うん、で鈴鹿セブンマウンテンの中でもやっぱり知名度って言ったら御在所岳っていうのが有名なんじゃないかなということで、今回はね御在所岳に、しました。7つ山があって、もちろんね、ここの山が好きって、御在所以外のここの山が好きとかっていう、言われる方もいらっしゃると思うんですけど、今回はね、まあ、人気のあるっていうかな、知名度が高い、はい、御在所だけを選ばせてもらいました。でもちろんね、登りイベントが多い中道ですね、中登山道を登っていって、まあ本当にねやっぱイベントがいっぱいあってね、人気なルートだけあって、はい、最高な、登山となりました。で下山はね、まあ、いつも通りと言えばいいですかね、はい、本谷を降りてたんですけど、今回ね夏だったからかな、うん、まあちょいちょいね登ったり、本谷はねバリエーションルートで危ないコースでもあるんですけど、ちょいちょい登ったり降りたりっていうのはやってるんで、本谷の雰囲気ですね、大体僕の頭の中にイメージされてるんですけど、今回ね降りていく時に思ったのが、やっぱ夏っていうのもあるんかもしれないんですけど、草がぼうぼうやったなっていう、はい、なんかいつもと違う荒れた感じがしたかなと思います。けどね、しっかりとね踏み跡も残ってますし、気をつけてさえおれば、疲れたら休憩すればいいし、はい、足置く場所もね、あえてなんか濡れとる場所にとか、疲れてるからちょっと、まあ、こんくらいに置いとけばいいかなとか、そういうことさえしなければ、ちゃんとね場所選んで置いてったりすると、特にもう、まあ、危ない、そんなに危険な状態にはならないんで、まあ、そういうことを意識しながらね降りてったんですけど、いやー全くちょっとね僕ね思ってもいなかったですけど、一番降りたところにロープ張ってた、地域禁止って書いてあったのは、あれはびっくりしましたね。うん、なんかね結構球場なんかされてる人があそこでは多いんかな、うん、っていう話をね、看板の方には書かれてました。なんでね立ち入り禁止、もしくはですけどね、2枚看板があって1個は立ち入り禁止になってましたけど、もう1個はねちゃんとね装備してから登ってくださいねっていう、まあ、案内板があって、まあ登られる方はそこら辺意識して、はい、歩けばいいかなって思います。まあ、本当にねどこの山に登ったとしても危ない、怪我するときは怪我するし、あと難易度とかっていうよりもレベル、自分のレベルだったり、あと意識だったりする部分、怪我するときはねあるんでね、そこら辺なんて言えばいいんですかね、見間違わない、はい、そこら辺の感覚ずれないように、まあ、気をつけて登っていけばいいかなと思います。で、2座目御在所だけでしたね。これはこれでね楽しかったです、はい、カレーうどんも食べれてよかったんです。で、3日目は山登らないで、三重県にいる時にお世話になった、はい、大台町の観光協会さん遊びに行ったりとかね、うん、であと松坂のね母大イレブンの時にお世話になった方に会いに行ったりとか、道の駅もね遊びに行って、いや知らんかったんですけど、バッチ11座のバッチがあってね、ちょっとねおおすごいやんとかって思ったんで速攻買っちゃいましたけど、はい、カハダイレブンのバッチを購入させてもらいました。で今ヤマップの方でねデジタルバッチ集めると、11座、うん、デジタルバッチ集めてカラーにすればやったかな、で市役所の方に連絡するんやったか、ごめんなさい詳しくはねちょっと分かってないですけど、まあ11座登ると4月から始まった松坂カハダイレブンのね、ヤマップのバッチなんですけど、これを全部集めたやつを市役所かな、松坂の、松坂の多分市役所に連絡するんかな、はい、なんかするとね、ごめんなさい詳細はねヤマップもしくは、あそこだったら飯高かな、はい、飯高の市役所の方に連絡してもらえばいいかなと思いますけど、できたな、できそうなこと言ってる、はい、で、まあ詳細についてはね、詳しいことに内容についてはちょっと調べてください、ごめんなさい、
あのデジタルバッジを11座全部集めるとどうもね金色のねバッジがもらえるそうなんですよ。僕もねあの白色のバッジは持ってるんですけど、ちょっと待ってよ、出せるかな。はい、これね白色のバッジは持ってるんですが、これの金バージョンが、金色バージョンが限定250個もらえる、先着順でもらえるそうです。まあ、あの松阪カーダイレブン11座僕登って思うんですけど、多分みんな思ってると思います。やっぱねラスボスのね池小屋、この難易度高いんで、あと迷いだけですね。この2つをいかにクリアするかにかかってるんじゃないかなと思います。250個限定プレゼントってなってますけど、早い人はね1ヶ月もあれば登っちゃうんじゃないかな。はい、全力で取り組むと1週間もあればいけると思うんですけど、はい、早い人は 1ヶ月かな。僕がカハダイレブンやった時に、3月末にキックオフやったんですよね。で4月から登り始めて最終が6月だったと思うんで、2ヶ月半ぐらい、はい、かかってますって考えるとね、250個、まあ3ヶ月ぐらいたら250個勝てない予想ですけど、残ってるんじゃないかなと言った感じですか。まあ ぜひねチャレンジしてもらって、あのカハダイレブンコンプリート、そして、金色のバッジゲットしていただければいいんじゃないかなと、本当思います。できることならね、僕もねもう一回チャレンジして金色行きたいところなんですけど、今回登った一座はい、次にお話しするやつですね、一座だけなんで、ちょっとねなかなか無理かなといった感じです。できればやりたいです。本当にねやれるもんならやってみたい。あと9月1日からね道の駅に行くとね、あの大きいステッカーもらえるそうなんで、あのこれはねもらいに行きゃもらえるんかな、だったと思いますよ。はい、そこら辺も詳しくは調べてください。ごめんなさい雑くって、はい、っていった感じ。はい、GoPro が熱暴走でちょっと止まっちゃいました。いや天気がいいんでね、ずっと GoPro に日が当たっちゃってるんですよね。まあそういうところまでちょっと冷却させて、はい、撮影再開です。ということで、4日目の活動か、三宗山のお話だったと思います。はい、三宗山ね、松阪カハダイレブンの中の一座ですね、になるんですけど、ここに登ってきました。この三宗山に登った時なんですけど、事前にね山っぷの方でいついつ何時頃山頂に行きますよっていうお話をしてから、アナウンスをしてからね登ったんですが、3組の方にお声掛けいただきました。ありがとうございました。はい、山頂ではね2組の方たちと合流して1時間ぐらいは喋ってたんじゃないかな、違うかな、はい、結構ね長い時間ね交流することができてね、楽しい時間を過ごすことができました。僕に合わせてね山頂まで来てくださって本当ありがとうございます。感謝感謝っす。はい、で、楽しい時間を過ごして、山頂でご飯を食べてからね下山していくわけなんですけど、あの三宗山登った時に八丁平のすぐそばなんですけど、今ねちょうどねお花がちょっと待てよ、いや、待てよ、思い出すね、母ママ湖、よかった危なかった、今消えるとこやった、はい、母ママ湖、はい、っていうお花がね、母ママ湖っていうね、お花がね、ちょうど咲き始めでした。群生地がねあるんでね、まあ、あの今から先ねどん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 開いて見頃になっていくと思うんで、よかったら、花の方、群生地の方ちょっと楽しんでみてください。結構ねこの花時期が楽しめる時期が長いってことなんで2ヶ月ぐらいはあるんかな。はい、もしね三宗山登られるときは一度その群生地の方立ち寄ってみてはいかがかなと思います。はい、ということで、3座目、4日目の活動3座目ですね、三宗山でした。で、ラスト登った山がね、4座目金剛山になります。大阪と奈良の間にある山ですね。まあでもね金剛山って言ったらめちゃくちゃ有名な山なんでね、はい、皆さんご存知かと思うんですけど、
はい、山頂のね、時計のあるあの広場ですね、あそこに行って、ちゃんとね、時計に映ってきました。タイミングがね、ずれて僕ね、ちょっと下向いちゃってたんですけどね、家のポーズが撮れなかったのがちょっと残念だったなぁと思いつつ、まあ、自分たちでもね、写真うまいこと撮ってるんで、うまいこと、はい、もう撮れてるんで、よかったです。はい、時計の広場ですね、あそこで、視聴者さんの方にお声掛けいただきました。ありがとうございました。1時間ぐらいね、待ってくれてたみたいで、本当にね、長いこと、ちょっとね、待っていただいて、申し訳なかったなと思いつつ、でもね、交流できましたんで、本当ね、ありがたい話だなということで、本当にありがとうございました。今回ね、お会いした方に、僕、ステッカーをね、ちょっと持ってきてたんで、みんなに配らせてもらってます。そうそう。そのステッカーね、今、お会いした方に、ちょっと今回お配りさせてもらったんですけど、今後の予定としまして、あれなんですよ。5000人。今ね、4700人ぐらいの、YouTube チャンネル登録者数なんですよ。なんで、5000人になったとき、はい、チャンネル登録者数が5000人になったとき、また配布したいなと、どういう形で配布するかはちょっとまだね、決めてないんですけど、直接お会いするではなくて、まあ、もちろんそれもありなんですけど、郵送させてもらおうかなとかね、いろいろ考えてます。どういうやり方で、配ろうかなっていうのはちょっとまだね、決めてないんですけど、今一応持ってるのが50枚ほどストックとしてあります。作ってますんで、はい、よかったら、チャンネル登録して5000人になるのをね、待っていただければ嬉しいなって思います。で、チャンネル登録が5000人、はい、本当にね、ずーっと5000人いつになるんだろうってね、もう何年も前からやってるんですけど、なかなかね届かないんですが、はい、5000人になった時にはお祝いといった感じで、はい、嬉しい声と僕からのお礼ということで、ステッカーの方を、皆さんにプレゼントしたいなというふうに思ってます。はい、ということで、まあ、今回はね、山でお会いした方、お声掛けしてくださった方にちょっとね何枚か、お渡ししたっていう形です。はい、それでこれでね、金剛山で最後になったんですけど、まあ、この時がね、新寺登山部メンバー、フルメンバーで本当に、三輪さん含むですね、はい、この時が、新寺登山部フルメンバーでの、登山と、本当に久しぶりの登山になったんですけど、いやー、三輪さんにもね、1年半ぶりぐらいかな、に会えて、本当嬉しかったです。なかなかね、会う機会なかったんでね。4人が揃うことができてよかったなと、相変わらずね、はい、三輪さんお茶目でした。楽しかったです。最後に下山した後にね、ラーメン食べに行ったんですけど、その時の写真、はい、ここに出しておきます。かわいいっしょ。かわいいっしょ。はい、ということで、よかったらこれ、よかったらじゃねえよ、俺、スタンプ代わりね、このお疲れってやつをね、ちょいちょい使っていこうかなと思います。はい、ということで、山活動としてはね、4座全部登って5日の活動となります。で、最後の日はもうね、山登るのをちょっとねお休みして、名古屋の方にちょっと遊びに行きました。桑名に住んでる時はね、まあちょいちょい、はい、月に1回は行ってたかな、はい、大好きなんでね、大須行ったり栄行ったりよくやってたんですけど、はい、大須に遊びに行ってきました。たまたまやったんですけど、ど真ん中祭りやったっけ、はい、なんかお祭りがね栄の方でやっててね、おーすげー、なんか都会ってすげーわーって、なんかエネルギーをね、でっかいエネルギーが動いてるっていうのをね実感できた、はい、そんな自分までね、その気持ちが伝わってきて、なんか楽しくなってくるっていうね、そういうタイミングに、出会いました。いやーね、田舎だとね、なかなか人に会えましたしね。はい、三重県、あと奈良県にも行きましたけど、奈良、大阪にも行きましたけど、はい、四座、山を楽しむことができました。超楽しかったです。またね、
時間作って、お金貯めてですよね。まあ、お金貯めて、時間作って、三重県、はい、こっちの山、楽しみ、遊びに、こっちの山に遊びに行きたいと思ってます。またね、行き当たりばったりが多いんで、ギリギリのアナウンスにはなるかと思いますけど、その時はどうぞよろしくお願いします。で、途中で、ちょっとアナウンスさせてもらったんですけど、はい、5000人、僕の新地登山部のチャンネル登録者数が5000人になった時は、はい、今回ね、何名かにお渡ししましたけど、ステッカーをね、ちょっとお配りしたいと思ってますんで、よかったら、まだチャンネル登録されてない方いらっしゃったら、よかったらですね、チャンネル登録をしていただいて、その時をお待ちいただければなと思います。一応ね、チャンネル登録5000人になった時は、SNS 使ってね、連絡はさせてもらいますけど、多分 YouTube の方が一番情報としては出しやすいかなっても思ってますんで、チャンネル登録してお待ちください。アナウンスの方はチャンネル登録して、お待ちいただければ嬉しいなと思います。チャンネル登録と、あとベルマークの方も押してもらえると、はい、通知の方がすぐ行きますんで、よかったらベルマークも合わせて、ポチッとお願いします。はい、ということで、これからは九州までの動画映像ですね、早送りでちょっと見ていただきながらお別れしたいなと思います。最後まで、今回の動画見ていただければなと思います。それでは残り何キロだ、残り800キロあるわ。はい、残り800キロぐらいですかね。800何十キロを気をつけて運転していきたいと思います。では行きましょう。10時15分、走行距離717キロ、古賀サービスエリアに、間もなく到着です。いただきます。
ごちそうさまでした。また。似てるかな？似てるかな？はい、お疲れ様でした。日付が変わって、そうやね。はい。8月の30日火曜日になりました。昨日ね、出発して、ちょうど日が変わって、ここ、人吉熊地域、人吉のインターを降りてね、今、錦の道の駅っていうところに到着したんですけど、はい、無事、地元に到着することができました。お疲れ様でした。走行距離の方がだいたい950キロということで、あと運転してた、はい、活動時間って言えばいいですかね。トータルで14時間、かかって無事到着することが14時間半ぐらいかかったかな。はい。結構ね、長い距離をね、一人で運転するんで大変ではありましたけど、まあ行けない距離じゃないかな。またね。はい、時間見つけて、あとやっぱね、活動にはね、どうしてもお金がかかるんでね、はい、お金を貯めてまた三重県の山遊びに行きたいと思います。はい、今回まあちょっと前からね、行きたいなって思ってたのを形にできて本当に良かったなと。向こうに行っていろんな人に会えたっていうのももちろんありますし、思い出の地をね、歩くこともできました。まあ何よりね、あの新地登山部のフルメンバーでの登山、はい、ができたのが本当に良かったです。まあ出会いっていうのがね、こんなにいいものなんだなって、あの僕の考えっていうかな、思いっていうかな、はい、登山部っていうあのメンバーの大事な、ね、大切なメンバー、あそこのね、もうつながりとか、あと山で会いに来てくれた、わざわざ僕のね時間に合わせて会いに来てくれた人、本当にありがとうございました。さあ、じゃあね、もうちょっとね走らないといけないんですけど、そこまで安全運転でね、最後まで帰りたいと思います。家に着く頃は1時かな。はい、ということで、今回ね約1週間の、三重県での登山ということで楽しんできました。何回の動画になってるかわかんないですけど、最後までね、ここまで見ていただいた、視聴者の方、本当にありがとうございました。はい、よかったらね、いいねと、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。お疲れ様でした。最後まで安全運転で帰ります。またね。